石川子ども交流センター小松館は石川県小松市仏町にある大型児童館である。1984年4月1日に開設された総合公園、淡津公園の一角に立地している。もともとは石川県立小松児童会館であったが2008年4月より石川子ども交流センター小松館へと改称された。当施設は大型児童館 A 型として 独立行政法人福祉医療機構に登録されている。また、石川県の避難施設にもなっている。当施設は子供関連の行事であれば、団体、個人ともに自由に利用できる。また、年間を通してクラブ活動を行っており、絵画、英会は図工、書道、茶道、工作などのクラブがある。公園敷地内には遊戯鉄道である。 中吉鉄道が設けられており、かつてお小屋鉄道にて使用された車両が、動体保存されている。公園自体は指定管理者である、小股二造園株式会社が管理しているが、中吉鉄道は、当施設が管理、運営している。石川県小松市仏町年仏3番地13階建ての建屋となっており、各フロアには、以下の施設となっている。前提には、遊具や、 飛行機ががああり、施設の外周には、鉄道がある。全長473メートル、期間762ミリメートルの、軽便鉄道路線が付設されており、自動会館前駅中吉の森駅間にて、軽便機動車、キハ1号による、炭鉱運行を行っている。1984年8月1日に、運行開始した。1グリーンカーテン設置の取り組みにおいて、 2011年度に小松主催の小松エコ大賞の優秀賞を受賞している。淡津公園内には児童遊園、野球場、テニスコート、多目的グラウンドなどがある。公園の北側には小松製作所淡津工場を中心とした小松関連企業、工場がある。ありがとうございます。